パレデナシオン内の会議室パレデナシオンはスイスジュネーブにある建造物である。現在は国際連合ジュネーブ事務局として使用されている。国際連盟の本部として1929年から1938年にかけて建設された。1946年に国際連合事務総長がスイス当局と協定を締結して以来、 国際連合ジュネーブ事務局として使用されているが、スイスが国際連合に加盟したのは2002年である。2012年だけでもパレデナシオンでは1万件以上の政府間会合が開催された。パレデナシオンは直訳するとバンコクの宮殿という意味である。日本語ではフランス語をカタカナに音社したパレデナシオンと呼ぶことが多い。英語ではパレスオブネーションズ。 中国語では万国宮と訳されている。1920年代に行われた建築コンペでは、このプロジェクトが次のように説明されている。このコンペの対象となっている建造物である宮殿は、ジュネーブにある国際連盟のすべての機関を収容するためのものである。この宮殿は、国際的な問題に対処する際に穏やかな雰囲気の中で、これらの機関が独立して、 容易に作業し、司会をし、議論を行うことができるように設計されていなければならない。377点の応募作品の中から最終的なデザインを選ぶために建築家の審査員が選ばれたが受賞作品を決めることはできなかった。最終的に優秀な応募作品を手掛けた5人の建築家が選ばれ共同で最終デザインを作成することになった。 その5人は、スイスのジュリアン・フレゲンハイマー、フランスのカミリー・ウル・フェーブルとアンリ・ポール・ネの、イタリアのカルロ・ブローギ、ハンガリーのヨシフ・バーゴである。内装には、連盟加盟国からの寄付金が使われた。1936年の完成当時、溶石ベースでは44万立方メートルで、ベルサイユ宮殿に次ぐヨーロッパ第2位の建築物だった。国際連合への移管後、 二つの増築部が設けられ、使用可能な面積が大幅に拡大した。1950年から1952年にかけて、世界保健機関を一時的に収容するために3階建ての K 棟と D 棟が建設された。1968年から1973年にかけて会議施設として E 棟が増設され、会議室の総数は34室となった。 これにより、建物の長さは600メートル、オフィス数2800室、総容積85万3000立方メートルとなった。レマンコを背景にしたアリアナ公園この建物はアリアナ公園内にある。この公園は1890年にギュスターブル・ルビーヨが公園を常に一般公開すること、自分の遺体を公園内に埋葬することなどを条件に、 ジュネーブ市に依存したものある。この公園内には1668年に建てられたレ令もある。建物の礎石の下にあるタイムカプセルには国際連盟加盟国の名前が記載された文書国際連盟規約の写し連盟の第10回総会に参加したすべての国の効果が入っている。ジュラ山脈を背景にした国際連盟の建物を刻んだ 銀メッキされた銅のメダルが鋳造された。この建物はレマンコを見下ろし、フレンチアルプスもはっきりと見渡せる。ありがとうございます。